松本 VS 浜田対決シリーズ罰ゲーム。松本 VS 浜田対決シリーズ罰ゲームではダウンタウンのガキの使いやら変で内の企画松本 VS 浜田対決シリーズ罰ゲームについて記述する。年に1から2度の恒例企画松本ひとしと浜田正都氏が日本シリーズや紅白歌合戦の勝敗予想スポーツ ゲームなどで対決、1998年のゴルフ対決からは、山崎、ここリ子も参加している、敗者は厳しい罰ゲームを受ける。罰ゲームはゴールデンで特番を組んだり、通常枠で3週前後にわたって放送される、24時間、浜田正俊営業中から、ガラルニョロロから、ウラジオストクのまでの罰ゲームの内容は、DVD 第4巻のディスクに似て、 笑いと絶叫の奇跡、対決罰ゲームの歴史に収録されている DVD には放送当時の時表示入りである。当番組の他にも日本テレビでもう見られなくなってしまった映像、ズームイン、朝、鳩の休日等のオープニングシーンが見られる。勝敗予想対決では浜田が先に選ぶのが暗黙の了解となっている。他に2003年から始まった。 笑ってはいけない罰ゲームが始まった。詳細は、笑ってはいけないシリーズを参照。2007年の病院24時から全員参加となったため、罰ゲームではなくなりつつある。実際、2006年のタライアンルーレット以降、対決は行われていない。なお、本文中の放送日は関東地区並びに同時ネット地域のもの。 以下年代順に列挙、笑ってはいけない一連の企画については、笑ってはいけないシリーズの項目を参照。1989年紅白勝敗予想対決、1990年1月16日放送に負けた松本に対する罰ゲーム。記念すべき1回目の罰ゲーム。当時、夢で会えたら、他局の番組であるで人気だった謎の警官キャラ、ガラニョロロに ズームイン、朝のマイスタジオ前のシーンに出演。司会の福留伊佐夫に朝から変な人が来てるようですねと苦笑まじりにあしらわれた。罰ゲームの模様は1月23日放送。その後松本支援の伝説の教師の最終回のエンディングでは松本が中井雅宏にこのことを話していた。松本が俺は知り取りをすべて素で返すことができる。 と語して始めたしりとり、すで返す対決。1990年4月24日、放送のトークに手に負けた松本に対する罰ゲーム。きっ抗縛りをさせられ、スタジオアルタの大画面で番組宣伝を行った。見てねとセリフを言った後、松本は、見るか。こんな番組、と呟いた。罰ゲームの模様は5月8日放送。 1990年プロ野球オールスター勝敗予想対決。1990年7月31日放送に負けた浜田に対する罰ゲーム。着地後には高所恐怖症の浜田が恐怖と感動の涙を浮かべるなど番組史に残る感動の罰ゲームとなった。罰ゲームの模様は8月7日放送。ゴルフ対決。 1990年11月20日27日放送に負けた松本に対する罰ゲーム。全日本優先放送対象収録中の桂三氏、現、六大桂文江の楽屋に三子の紛争をして潜入し、何も知らずに入ってきた三子に、イラ、謝愛を披露した。三子は、松本の紛争に呆れ笑いするしかなかった。 罰ゲームの模様は1990年12月25日放送。名前の元ネタは、新婚さんいらっしゃい。から。野球対決に負けた松本率いるダウン S に対する罰ゲーム。ダウン S には山崎もいた。神奈川県鎌倉市、腰越,越海岸で、ロケが行われ、どんよりとした曇り空のもと、冠中水泳を決行。ダウン S の面々は焼けになって、 大声で海へ走り込んだが、あまりの寒さに大声は絶叫へ変わった。海岸へ上がろうとするダウンエースたちだが浜田が、ドエスのごとく、こん棒を振り回して海へと追いやっていた。松本は、体が痛いねん。ピリピリすんねん。と弱音を吐いて、浜田にすがるが、結局海へと突き出されていた。そのやりとりの後ろで、山崎がこっそり逃げそうとしていたが、基本に、海へと突き、 返されていた。スタッフは松本の後方ではしゃぎ合い、水をかけ合っていた。罰ゲームの模様は1991年2月19日、放送。500人対500人ドッジボール対決。1991年5月28日放送に負けた松本に対する罰ゲーム。ドッジボールでは大した展開もないまま、松本がアウトに、ダイレクトで当たったにもかかわらず、 ショートバウンドや、と言い張り、浜田とつかみ合いの喧嘩に発展した。ハゲ面ラをかぶり、読売ランドのジェットコースター、バンデットに乗りさせられた。終わった直後に、松本は、おいホラら、一番怖くないやつ乗せるって言ったやんけ。めちゃめちゃ怖いやないか、と激怒。罰ゲームの模様は6月4日放送。1991年紅白勝敗予想対決。 1991年12月22日放送のトークにて12月29日放送に負けた松本に対する罰ゲーム。早朝、カラーバーになった模様が生中継された。最初はリチミに,にピト声でテストトーンを模してカラーバーになりきるも途中心が折れかかったのか、これ生放送でせなあかんか、と諦めていた。さらに顔のアップバージョン。 画用紙にカラーバーを描き、顔だけ出ているというものをやったが、時間が余っていたため、タバコを吸いながら、新聞を読み出す。その際、松本は最後に入る師匠のように振る舞い、2分前の告知がされてから、もう一度カラーバーになりきった。松本は、次長、松本坊主の中で、フジテレビ前世だった当時にこの罰ゲームをきっかけに、日本テレビのことがすごく好きになったと語っている。 放送開始というつぼねの顔とも言えるシーンを芸人にやらせるという日本テレビの器の大きに感心した。罰ゲームの模様は1月19日放送。ラグビー対決、1992年5月24日31日6月7日、放送で負けた松本に対する罰ゲーム。アシカに噴し、水族館で本物のアシカと共演した。飼育員に噴した浜田に、 水槽へ落とされそうになった松本は、死ぬから、などと怖がっていた。罰ゲームの模様は6月21日放送。1992年紅白勝敗予想対決。1992年12月20日放送に負けた松本に対する罰ゲーム。日本テレビの本物のジャンクション。この企画のため通常より1分早く放送されたの。あと、映像。 鳩の休日のセットの前で1分間、松本がジャンクションの鳩になりきり、即興の詩、俺は俺は、バカなのかアホなのかまでつけて演じた。罰ゲームの模様は1月17日放送。走り高飛び対決、1993年7月11日放送に負けた浜田に対する罰ゲーム。弁当を喉に詰まらせた松本が浜田に、エビアン組んできてと言い,い。 浜田はスイスフランスへ行く羽目に、現地ではカンプロデューサーの引率によってロープウェイでモンブランの山を登ったが、山頂にはエビアン水がないと判明。山を下った後、過酷な山道を歩き源泉の滝まで行って水を汲んだが、エビアンという町の水道から湧き出る水をエビアンと呼ぶと通訳から教えられ、じゃあこの水何と聞いたところ、ただの滝の水とのこと。 浜田は缶を責めるが、まあ、罰ゲームなんだから。と開き直る缶の首を絞めた。結局は、街で水を汲み持ち帰った。松本は50時間近く弁当を飲み込むことができず、苦しみ続けたが、浜田が帰国して楽屋に戻った瞬間に治った上、浜田が汲んできた水を飲み、大したことないと一言。罰ゲームの模様は7月25日放送。 1993年紅白勝敗予想対決に負けた松本に対する罰ゲーム。母、秋子と親子漫才をやった。早朝4時57分5時の3分完成。放送されたが時間が足らず、ネタの途中で、早見優のアメリカンキッズに画が切り替わった。1年前と同様、この時も浜田に電話、親子の生き様見とけ、の捨て台リフを残した。 罰ゲームの模様は2月6日放送。1994年紅白歌合戦、勝敗予想対決に負けた浜田に対する罰ゲーム。松本の意向を受けた、菅の邪魔に耐えつつ、シャープペンを取りに、ニューヨークの坂本隆一宅まで行くが、玄関のドアを、チェーンロックをかけた状態でわずかに開けたその隙間より、坂本から、シャーペンを投げ渡されるという、剣もほろろの扱いを受ける。 日本では結構持ち上げられるのに、こっち来たらこんなだね、とかに言われた。帰国後、キャップの中にある消しゴムがなかったため再度行くことに、東京ニューヨークをに往復して疲れて戻ってきた。浜田が松本に消しゴムを渡した後、たまたま置いてあったエビアンを飲んだため松本が、俺にも、ちょうだいと言ってきたので、浜田がエビアンを、そうとすると松本は、いや、それじゃなくて、 エビアン組んできてと最後にボケる。罰ゲームの模様は1995年4月2日にゴールデンタイムの2時間特番の中で放送。ちなみに、紅白予想で浜田が負けたのは初、ゴルフ対決、1998年5月24日、放送に負けた浜田に対する罰ゲーム。ハリウッドに行き、松本の母、アッキコとタイタニックの一場面を演じた。 罰ゲームの模様は8月23日放送。あまりにもきっつい映像に、松本は始まった瞬間に、これはアカンで、これはキチいで、うわーアカンやカン、と絶叫し、どちらの罰ゲームなのかわからない状態に、終わりにはキスシーンまであった。一方、松本の父は、この企画を見て、若干本気で嫉妬し機嫌を損ねていたらしい。なお、撮影は、 映画で使われたセットではなく、ロサンゼルスにある別の豪華客船、クイーン、メリー号で行われた、実際に映画の撮影で使われたタイタニックのセットは、撮影終了後に解体い,いたので、すでにないと20世紀フォックスの担当者から言われたため、罰ゲームを見た直後のフリートークでは浜田が秋子は、撮影前はかなりのノリノリだったというが、撮影が終わった後の夕食では、 食べてるか食べていないかわからないほど疲れきっており、終始下を向いて不機嫌だったと裏話を明かした。また、父はその横で、症候酒を飲みながらゲラゲラ笑いまくっていたという。松本は、父が撮影に同行したのを知らなかったようで、その話を聞いた途端に、おとんも一緒に行ってたんかいとびっくりしていた。この罰ゲーム放送会の翌週の放送では、松本と浜田が、 アキコが現地で購入した、全く同じイラストの T シャツを着て、フリートークを行った。ゴルフ対決、1998年10月18日放送、に負けた浜田に対する罰ゲーム。1999年4月19日に、当時の日本テレビのスポット CM だった、日テレ営業中を毎回コスチュームを変えながら、全部で32回、24時間制放送で行った、 コスチュームの内容としては、SM 城、バレリーナタモリ、篠原智恵など、ジパング朝6夜、ズームイン、朝、思いっきりテレビなどにも生出演。思いっきりテレビでは、ガキデカの紛争で出演したが、スタジオ内は、終始静かで身のモンタが大笑いしてその場をフォローした。コスチュームの内容はすべて松本が、ファックスで指示。 1999年4月25日5月1日と2週にわたって放送した罰ゲーム執行前、松本は浜田に電話をかけ、ガンバンビーと言え、と指令。ちなみに罰ゲームにあたっては大規模な記者会見も催され、桜田和幸 CP のこれ謝恩がかかってます。浜田君にはぜひ頑張って日本国民を感動させてもらいたい。との激励に、 浜田は、なら止められるがな、と激怒。また会見の場で、浜田は、ゴルフで負けたって言うてもね、あんな、松本チームが4人全員打って、初めて一打、グリーンのみ一打ずつ、ルールどうですか皆さん、と対決した際、明らかに自身に不利であったルールに対しても、激怒していた。なお、浜田は、取材に来た本物の記者たちをエキストラだと思っていた。 ようで、松本に、ちゃんとした、社会人たちやからま、と怒られた。山崎が、松本の勝負どころで、これはもう、ダウンタウン対決ですよ。と励ますが、松本は、ダウンタウン対決って、ダウンタウン対決で勝てへんから、こんなルールになってるんちゃうんと、音を吐いた。100メートル走対決、1999年10月17日放送、に負けた。 浜田チーム、浜田、山崎、ココリコに対する罰ゲーム。東京、品川区にある、日産スポーツプラザ、現、コナミスポーツクラブ本店でロが行われた。24時間を、体育館の中で過ごし、メンバーは中心に設置された4畳半の畳と、こたつが置かれた場所で待機する。不定期に現れる黒タイツを着た鬼が登場したら、鬼ごっこスタート。鬼に捕まると、 胸に書かれた様々な罰ゲーム、タイキック、ビンタ、チ、コマシーン、秘釈、バレーボールマシーン、ローセメ、紙芝居、お尻、ワンタンメン、ハリシュトを受ける罰、無には卒業証書も存在するが、不発に終わる。一定時間期から逃げ切ることができれば、罰を受けなくてもよい。ちなみに、罰ゲームの種類によって、鬼が一人、またはに、三人以上、 その他子供や松本が鬼になる場合もあるが現れる。鬼は基本的に体育館内に設置された黒いステージからブザー音が鳴って炭酸ガスと共に登場するが稀に体育館のステージや体育館入り口、映画、浜田主演の昭和鉄風伝日本海を見ている際にスクリーンを破って出てきたりもした。また、鬼に捕まらないよう守ってくれる白タイツを着た。 お助けマンも登場するが、実は中に黒タイツを着た鬼、ジャイアントスイングである。1999年9月12日放送のオープニングとして行われた企画、激走。泣く子も黙る、恐怖の鬼ごっこ大会が、この罰ゲームの元となっている。この時は、浜田チームの4人以外にも、松本、雨上がり、決死、リットン調査団が参加。顔面 チコ役、博多ラーメン、ケツコットンの罰が行われた。精神的、肉体的にも番組史上最も過酷な罰ゲームとの呼び声が高い。特に鬼が登場する際に勢いよく、しかも何の前触れもなくだ四響のブザーが鳴り響き、炭酸ガスが噴射されるため、ゲーム中は、些細な音でも、とても鋭敏に反応するようになり、 藤原が登場する出林や浜田のスカシッペでも尋常でないほどのビビリ様を見せた。後日談で山崎、田中、遠藤は罰ゲーム中に浜田が怒って罰ゲームが途中で終了になるのを何度も願っていたと語るほど一方の浜田はこの罰ゲームによる疲労が甚大だったため終了後しばらく仕事ができなかったと語っている2001年5月27日放送分の 遠くにて。なお、4人にとってこの罰ゲームは、思考から10年以上経った現在でも、トラウマとなっている様子が度びたびられる。罰ゲームの模様は2000年3月26日4月2日9日と3週に、わたり放送され20世紀最後の罰ゲームとなった。また、ここでも、平方のヘタレキャラが炸裂。 鬼のはずがメンバーによってたかってしばかれたり、持っているパイを奪われ逆にパイを食らうなどの帰り討ちに、愛、浜田チームはもちろんのこと、平行も散々だった。なおこの罰ゲームで唯一パイを食らったのは山崎で一人でトイレに行ったところを一気に三人の鬼にパイ三連発を食らってしまった。DVD 第一巻として発売されており、ガキシシリーズの DVD では売り上げ第三位に、 ランクインしている。罰ゲーム中浜田は、松本からの差し入れ、カップラーメン肉まん、ソーセージを不当に分けられたり、就寝時の布団も小さく汚いものを当てが割れる、当州市扱いが悪かった。後々の、笑ってはいけない、シリーズの浜田に対する不当な扱いの発端となっている。また、2010年大晦日の、絶対に笑ってはいけない、 スパイと2013年大晦日の絶対に笑ってはいけない地球防衛軍以降これが下地となった捕まってはいけないというゲームも行われ特にスパイでは鬼が登場する舞台が現れるなり松本以外の4人は口々に痛めつけられたことを思い出していたなお松本はいずれの回も鬼ごっこには参加していないスパイでは 手術ごまもないことから逃走するのが困難だったため、地球防衛軍以降は人質となり別の罰を受けたため、浜田チームのリベンジをかけて行われた水泳対決2001年2月11日放送に負けた松本に対する罰ゲーム、配慮館で一泊し、次々と起こる心霊現象に絶叫し続けた、大型の罰ゲームとしては一人であること、 二人以上で受ける罰と違い、一人で全ての罰を受けなければならない。何かをしたら罰を受けるという形になっていないという特徴がある。8月5日12日19日26日と4週に渡り放送され21世紀最初の罰ゲームとなった。DVD 第2巻として発売されている。ガキ氏の DVD では第2位にランクインしている。特に証言を済ませるために トイレに行って、用を足そうとしたときに、女の幽霊が目の前に現れる場面では、松本は、うわぁ。ちょっとあかん、これはあかん。これはあかんで。これはあかんで。もうあかんて、しょんべん出てんのに。一回目、うわぁ。もう嫌やって。二回目、うわわわわわ、もう。もうええて、もうええて。三回目、うわわわわわ。そやめろや、もう。 4回目と尋常ではない、怖がり方をしていた。結局、松本はトイレで小便が済ますことができず、オンエアとか、そんなん関係あらへんと、部屋にあった、紙コップに用を済ませるという集態を、カメラの前で晒してしまい、山崎には、あれ最低なんですよね、と呆れられていた。山崎は、対決、罰ゲームシリーズで珍しく、罰を与える側に回った。最初の登場では、 松本を驚かせたがその後は、スタッフの陰謀で、トイレの女幽霊にはめられた挙句、旅館の中で迷子になってしまった。山崎に限らず、仕掛け人サイドもいろな仕掛けに恐怖した。走り幅跳び対決、2002年5月5日放送に、負けた松本に対する罰ゲーム。松本の母、と、姉、兄の松本隆弘と共に、 当時の日テレ本社の駐車場でヒーロー戦隊賞を演じた。数年ぶりに親子5人が一堂に会した打ち合わせ風景が見物で、松本は家族と会えて結構楽しんでおり、ある意味罰ゲームらしくない終始なごやかでアットホームな雰囲気であった。その様子を見て山崎は罰ゲームとちゃいますやん。とぼやいていた。 7月26日早朝4時25分4時30分の5分完成、放送された。8月4日11日と2週にわたり放送。DVD 第7巻に収録。なお当初の罰ゲーム予定日には台風が接近しており、交通機関が麻痺したため松本家が上京できず、結局当初の予定日より2週間延期して企画は行われた。 DVD には放送当時のテロップと時刻表示がそのまま収録されている。実はこの罰ゲームは1993年の紅白予想対決の罰ゲームとして企画されていたのだが著作権の許可が下りず断念し、早朝、親子寄せに至る運びとなったことが当時のトークで話されている。109年の歳月を経て実現した罰ゲームである。松本は後日談で 日テレの駐車場、松本連載収録場所に来るたびに、松本連載を思い出して嫌な気分になると、話している。父は、紙を取った後、セリフや振り付けを、全部忘れていて、挙げくは落とした鈴が見つけられないという、グダグダっぷりだった。2002年日本シリーズ勝敗予想対決、2002年10月27日放送の、トークに手に負けた松本に対する罰ゲーム。 松本は普通に家の中で過ごし北ろに噴した、浜田、山崎、コ,コリ子コがひたすらパイを嘆ける中、全くリアクションせずに日常生活を送らなくては、ならない。罰ゲームの模様は11月17日放送。DVD 第7巻に収録。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。